から道の線をたどるように進む。駅から人の波、人波のバラバラはバラバラな方角に進む。時々バラバラ同士でぶつかったりもする。カタツムリのつもり、かかとからつま先、踏まずにわざと土をつける。イメージ、意味もなくビルに登る。一番狭い路地裏を通る。地下道の入り口で引き返す。から道の線をたどるように進む。街並み、四季よりも遅い速度で、あなたに会う。お腹減ったね。しんくん、テン呼んできて。え？なんかどっか行った。どっか行った？なんかかけてった。あっち行った。あっち。あっち。奔放なとこがあるね。あるねじゃないわよ。え？あの子いないと進められないじゃない。お腹。お腹じゃなくて、バカ、追いかけてよ。姉ちゃんは？支度があるもん。何しに行ったんだろう。知らない。約束かな。勘弁してよ。俺じゃないよ。そうね。何しに行ったんだろう。なんか喋ってた。へぇー。へぇーじゃなくて。へ。へでもなくて。バカ、追いかけてよ。姉ちゃんは？支度があるもん。しん行ってよ。手伝いがあるもん。動かないじゃない。姉ちゃんも。手帰ってこないと出しても食べられないじゃない。主品なんだから。へぇー。お腹。お腹じゃなくて、もう、バカバカバカ、ご飯よよよよよよ。ただいまー。ねえ、牛脂ってたまにそれだけ焼いて食べたくなるよね。もうバカなこと言ってないで。おかえり。ただいま。風邪大丈夫だった？今は全然だったよ。こんな時にどこ行ってたの？来た。ねえ、もうそれは食後にチェケラですね。ゆっくり聞かせよ。お夕飯何？すき焼きだよ。すごい。でしょう。よくやったね。でしょう。し、何もしてないじゃない。肉を選んだよ。あれこれ文句言っただけじゃない。すき焼きって新しく始まる感じない？新年というか。すき焼きは年中でしょ。ええ、絶対新年だよ。家族で囲んでさ。私それなんとなくわかります。お祝い事だしね。もういいけど、晩ご飯までに帰ってくるのは約束して。ランちゃん手伝うね。手伝うの？そうですよ、手伝いぐらいやりますよ。もうできるからいいよ、あなたは座ってて。ひと品足すよ。やめてよ、急に怖い。かっちり。なんで火つけたの？怖い。飯が作れるようになりたい。まず火つけなくない？せっかくなのに。もうできるからやめて。特別なシチュエーションじゃん。やるなら早く帰ってきて。私は今帰ってきても嬉しいですね。ありがとう。座りなよ、主役なんだし。うん。シンは手伝って。パツ
ち呼んできて。ポチさ、すっごく吠えてなかった？え、いつ？さっき。不審者かな。ポチー、ご飯。怖いな。とりあえず座ろうよ。さて、みんな揃うの久しぶりじゃない？とりあえずお肉から焼いちゃうまで。あ、でもその前に、うん、せーの、いただきます。そして、てんちゃん就職内定おめでとう。よかったよ。ほんと、一時はどうなることかと思ったけど、努力の賜物だよ。中高6年ずっとふわふわしてきたもん。もう大学辞めた時はどうなるかと思ったけど、大学でもさすがのふわふわだったと思うよ。いいからお肉焼こう、お腹空いちゃったよ。はい、焼きまーす。てんちゃんがモンストベンなんて感慨深いね。一枚目は私だからね。結局家から通うんでしょ。その話もしようと思って。遠いの？卵溶きます。どう？そうだね。俺結局何やるか知らないや。私も聞かされてないから。うん、その話もしようと思って。卵に直接割り下入れてもいい？やめてよバカ。どんな感じなの？何が？決めた進路。そうだね、お肉もらうからね。何やるかぐらいは知りたいもんね。お肉入ります。それでどんな会社なの？っていうか就職じゃないから。ん？内定したって。内定した。就職でない？職業の欄には書くかな。なんなの？就職内定？いや、就活の末内定。何の違い？え？文字数？確かに。ちょっと夢だったんだ。嬉しいな。そうなんだ。感無量だな。涙が出ちゃう。いや、感想は後ほど。そうですね、詳しくは担当から。え？そうですね、来てもらってるので。え？うん、手っ取り早いかと思って。このタイミングで？あ、でもいいじゃない、せっかくだしすき焼き食べてもらいましょうよ。え、そんなに買ってないよ。うん、ケチかよ。てんちゃんお世話になるんでしょ。いいじゃないの、今のうちに媚び売っといて損ないわよ。ね、わかった。おーい、出てきていいよ。こっちに来てください。外で待ってんだったわ。なんなの？じゃあ、入ってもらうね。す？課長？この人！あれ？私、この人と結婚するから。え？そう、驚くのも無理ないと思う。進路が花嫁なんて最上級サプライズだよね。でも私たち出会ってしまったの。この人？うん。でもやっぱり運命って形容してもいいかもしれない。思えばお互い相入れない存在だった。それでもこうして今身を結んでいるんだから、それは偶然とは違う強いつながりを感じずにはいられないね。というか、うん？そうだな。これが？え？人間じゃん。そう、人間なの。下から来たんだって。ビビッと来たよね。よし！え？いやいや。今の気持ちですね。いや、雲と人間が結婚できるわけないでしょう。
あれかな、やっぱり芸大にいたからかな。まず思ったね、面白いよね、さすがだなって思う。俺は面白がってるよ。だって久保なんて風マックスだしさ、芸大にいてよかったなって思っちゃったね。俺は就職だけど、家と会社の往復だけど、でもまあ心は流動的っていうか、風の流れる方へ、海からの風。そういえば俺なんで就職しちゃったんだろうと後悔。でもいいようになるよね。だよね、お母さん、お母さん。姉の欄に愛のシーン、こっちが犬のポチで、あとあそこで笑ってる方イエーイ、みんなうちの家族ね。うん、ランちゃん豚肉ある？ない。牛肉苦手なんだって。ないね。そっか、ごめんね。タンパク質は豆腐と卵でしのいでもらえる？白滝はたくさんあるから、しょっぱめの春雨ヌードルだと思ってもらえば満足はできると思う。え？ランちゃん、ご飯は遠慮しておくって。でも、せっかくなんですから。そうだよね。私ごちそうって伝えちゃったもんね。ひょっとしてご飯抜いてきてるんじゃない？ほらほらほら、よくないって。私もそう思いますね。食べておこうよ春雨ヌードル。 OL の軽食みたいで申し訳ないけどさ。なんちゃん、牛肉は匂いからダメなんだって。取り除ける？無理じゃない？無理なんですか？絶対無理。本当にそうなの？いや、マジで無理。難しいことみたいです。気が利かなくて本当にごめんね。でも私、この人の気持ち少しわかる気がします。頭いってんのか。本日面白でか。どうしたのランちゃん。おやるか。気が動転してるんですよ。やだ、私やだ。どうなってんの？なんで目とか二つなの？耳も二つだし、鼻の穴も二つ開いてるじゃん。二つ大好きかよ。ちなみに身体的特徴を述べないでよ。人によっては攻撃的に感じてしまうことがあるよ。ほら、人。人じゃん。私たち雲なんだよ。そう、クラウドのこと。今は私と話してる。結婚するって家族になるってことだからね。人連れてこなくてもよくない？やっていくぞ。やっていくぞじゃなくて、とりあえずここで暮らしていこうって思うから。は？いいよね。聞く相手が違う。おう、ハウスさん可能です。お兄ちゃんは？え、まあ、うん。ポチは？お、ポチが一番わかってるかもしれないな。待って待って、勝手に決めないで。あ、ランちゃんは？いやだ。はっきり言った。ランちゃん、良好な関係は心を開くことから始まるんだよ。ここで閉じなくていつ閉じるのよ。なんで？心開いていこうよ。さらけ出すことで輪を築いていこうよ。いや、むしろ一番心開いてるわ。言ってるもん。嫌だもん。絶対嫌。そういうことでしょ。え、違うでしょ。は？違うって。ポチはどう思う？ほら、やっぱり開いてる。さ
さらけ出してる。そんなことない、絶対さらけ出してない。心裸に生まれる絆信じて抱きしめてよ。何そのフレーズ、なんであんたに私の心がわかるのよ。家族だからね、培ってきたじゃん。無情ねえポチー。ほーらー、家族だからって全部さらけ出さないわよ。それとも何、得体の知れない存在連れてきて家族だからって心打ち全部さらせってそういうの。極論そういうことだけど、まあ時間をかけてこうね。時間をかけてって、あんたは今初対面でフルオープンを要求してんのよ。いや、なんなら私フルオープンしてこのスタンスだから。そうよねポッチ。じゃあ違うから。何が違うの。違う。うわ、何よそれ。全然オープンじゃないよ。ほんと閉店ガラガラだから。それ相手の意見打ち落としてるから全然平和じゃないから。ほんと平和ならいいってなわけないじゃん。勝手に波に飲まないでよ。表面上の争いがなくても隠れて泣くこともきっとあるでしょ。それはランちゃんが言わないだけで、みんながちゃんと受け入れてるんだ。平和ならある余裕と優しさ、今足りてないのきっと優しさ。でもこれはマジで無理強いだから。それは絶対優しさじゃないから。余裕があるってマジで言うなら違いの認めるのが普通でしょ。ほらほら出た出た、そういうところ。他者を認めざる愚かな心、否定の言葉が生み出すものを私に教えてくれますか。平和を歌ってフルー暴力、犠牲を払って作るハートフル、そんなものとは不干渉でいたい。分かってないの、不干渉だから。本当に嫌い、育児なところを、他者を認めざる愚かな心、少しは周りに委ねることを覚えて仲良くしていこうよ。自らを追って守る世界にどれだけの価値がありますか。私は願うあんたの幸福、あんたは私にフルー暴力。終わり終わり。でもランちゃん、一度ついた仕事やめらんないじゃん。あんたはだから学校やめんなよ。いや終わり終わり。すいませんね、本当にもう。そうですね。じゃあ今日はとりあえず泊まっていく感じで。はい。全然可能ですね。た、た、た。あ、そうですね。プードルですね。はい。ポチはもう遅いからあんまり吠えないで。た、た。ポチ？た、た。普段は吠えることってまずないので、驚いたのが一番じゃないですか。前はいつ吠えたかな？確か、テンが少し引きこもってた時。そうです。学校辞めた後、調子が悪くて。雨の時です。結構長かったやつ。風もすごくてあんまり思い出せない。思い出したくもないし。聞いてませんか？結婚するのに。いやまあ冗談ですけど、私も結婚のこと全然聞いてないんで同じようなもんですよね。ポチ、バロメーターみたいなところもあるかもしれませんね。バロメーター、バロメーター。そうですね、だいたい買い物はこの辺りに出ることが多いです。ちょっとなら案内してもいいんですけど、買い物優先なんで。あれですか、ハンバーガーショップです。マック。マクドナルド。
マクドナルド人の街にもあるんですか。ウケる。そうですよね。どこ行ってもありますもんね。マック。ユニクロ。ファミマ。ファミマ。ファミマ。おー。本屋？どこだろう。ちょっと前まで3軒先にあったんですけど、そうですね、入れ替わり激しいっていうか流動的なので、風でね、変わってっちゃうんですよ。パチンコの隣に換金所がない時もあるんで、ファミマ並んでますし。変わりますね。街は家。いい感じですね。風次第ですが。うち、ちょっと前まで耳鼻科に挟まれてたのめっちゃ面白くないですか？ああ、今は つけてきたみたいですね。心配なんじゃないですか？プードルって特別家族思いらしいですよ。嘘ですが。まあでもこのまま思い通りなのもあれですよね。カフェバー、ミスド、喫茶店、花の舞、松屋、これ、ファミマ、取り木、ファミマ、ファミマ、セブン、ファミマ。
つにまとまっちゃえばね。いいんですよ。一元化。いやー、わかりませんよ。ねえ。永久不滅の絶対不変ならいいのに。出てこないかもですね。それコンビニでも売ってませんか？ありそうじゃないですか？これだけあるし。結構来たよね。
外。おお。ずっとこんな感じならいいなとも思いますよね。恥ずかしいからちゃんと座って。はーい。はい。よくなりますよ。一緒に。窓の外ですか？母です。広いなぁ。青いなぁ。ずっとこんな感じでいいなぁ。このぐらいの風で、こんぐらいあったかいとなぁ。いいんだけどなぁ。私、ここで降りますね。買い物してくので。あ、めっちゃどうでもいいんですけど、私、人間の語尾、何々だ人、みたいな感じだと思ってました。ごめんなさい。ではまた。心配してんの？嬉しい。そうね。ポチはずっと反対だったもんね。うん。いいからね。ずっと反対のまんまで。結構何でもあったと思ったんだけど。いつの間に何にもない？ウケるなぁ。永久不滅の絶対不変なら
メ。風。いや、やだな。うちの隣、ドンキになってる。それも、メガドンキ。何なんだ一体これは。騒がしいなぁと思って、見てみれば。うちの隣が、メガドンキホーテ。過去最大級の便利。いえ、これは最悪ですね。ハウスさん、ドンキのある街って街として終わってませんか？なぜかいつも自転車倒れてるし。どうしたの？そうでしょ。店も変な匂いするし、あそこで生鮮食品買う人は精神疑うし、絶対普段料理しないでしょ。家族連れとかも意味わかんない。夜にいるカップルは変なスウェットだし。そんなことないよね。ねっていうか、ある町大体治安悪くないですか？学校のレベルとかもあれだし、絶対めちゃくちゃ関係ありますよ。ほんと信じられないし、早くどっか行ってほしい。ていうか、地域向け説明会とか全くなかったですよね。どういうつもりなんでしょう。あとあの辺で原付乗ってる10代絶対無免許ですよ。もう絶対言い過ぎだよ。言い過ぎなわけないです。隣とか絶対ランク落ちるじゃないですか。深夜営業に大型駐車場、もうあそうだね。ポチはどう思う？え？ごめんなさい。何でしたか？すごい変わっちゃったじゃん。あれ？え？ああ。でも結構いい感じなんじゃないですかね。僕は結構てんちゃんと同じように思うかな。え、ほんと神経疑う？あー、神経疑うレベルの感じね。あー、でもそういうのは良くないっすよ。やっぱ気持ち捉えていくときに、やっていくときにどうしてもこう、引っかかっちゃってきちゃいますから。
ねえ、ポチ、ちゃんと聞いてた？何ですか？聞いてましたよ。僕はもう精神を疑われるより疑う立場でいられるのがいいな。っていや、違うか。もういいです。なんかまずりましたね。もうこっちのせいだよ。ああ、せっかくできたのに。当分ドンキ行けないな。え？なんですか？いや、僕めっちゃドンキ好きなんですよ。なんというか、本能的にワクワクしません？暴力的な品数。なんというか、この辺りもマジで面白くなってきましたね。隣なんですし、行きましょうよ。あ、僕今自転車欲しいんですけど、なんとかなりませんかね？わかります？自転車。無理。ポチはドンキできんだから。いや、そりゃないっすよ。安いんすよ、ドンキのは。欲しいっすよね、自転車。ほらー。いやー、ごめんごめん、遅くなりました。今ご飯作るからちょっと待っててね。おかえり。なんかあったの？わかんないっす。仕事？ここんとこ雨が続くからさ。そうだね、雨。あ、ごめん、ご飯炊き忘れちゃった。ごめん、非常食でもいい？あれなら僕はパンがいいな。カレーに食パンになるけど。まあいいっすよ。ごめんね、お兄さんですから。まあ僕が作れたらいいんですけど、焦がしちゃうんで。鍋。いや、生活力。てんちゃんは？包丁持っちゃダメって言われてるから。そりゃダメっすよ、お兄さんしかいないんだから。そうだね、雨でさ、てんてこまいでさ。いいっすよ、なんかすいませんね、疲れてんのに。いや、俺の役割だから。てんちゃんは他全部やってくれてるし。やるよ。いや、いいよいいよ、料理結構楽しいんだ。頭空っぽにできるし。うん、ちょっと出てくるね。今からっすか？うん、夕飯までには絶対帰ってきてね。はいはい。奔放だな。でもそんなところがいいんですよね。早く結婚しちゃえばいいのに。ねえ、お兄さんもっすよ。何先越されてるんすか。見つけちゃいましょうよ、ベストパートナー。案外近くにいるかもしれませんよ。な、遠い未来の話でもないんですから。あ、僕が知らないだけでもう見つけてたりして。余裕があればね。まあ今はてんちゃんがいてくれてますから。まあでも家出たらいよいよここも僕とお兄さんだけになりますね。うん、寂しくなるな。うん、いや僕がいるから大丈夫ですよ。あ、ごめん、お肉切らしちゃったから隣で買ってきてもいい？お、ドンキっすか。僕も行きます。お、え、ドントントン、ドンキ、ドンキホーテー、やーふふ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 、どんどんどん、ドンキ、ドンキ。え？あ、え？あのすいません、え、ちょっと、いや別に変な感じじゃないんで、あの本当にちょっと話をちょっと聞いてほしくて。
あれ、ランさんですよね。え、お姉ちゃんじゃない？いや、ほんと、ごめんなさい、一度止まって。あの、ごめんなさい、ほんとにちょっとでいいんで。いや、ごめんなさい、お姉ちゃんですよね、うちの。いや、突然こうしてるのは本当になんですけど。そう、名前とりあえず聞いてもいいですか？それが分かれば全部分かると思うし、あなたもそれが一番だと思うんで。名前いいですか？本当。Oh, I can't speak your language. いや、何ですかそれは。分かんないことが増えちゃうんで、普通に話してもらって。あ、それ本当にあったら、店員とか呼びますよね。I think so. あの、何か事情あるなら聞くし、ね、あの、余裕あるんで、こっちにも。来てください、こっち。Your home. やっほー。座って、ここにいて。呼んでくるんで、みんな。カレー食べましょう。すぐ呼んでくるんで。お兄さーん。僕、牛肉がいいって言いましたっけ？何にしました？誰？え？早くない？ドンキで？いや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 、ちょっと見てて。いや、何を？この方を。え？頼んだよ。Your mission。何それ？店長呼んでくるから。カレーはできたんですか？え？はい。来たんじゃないですか。僕ね、わかるんですよ。内緒なんですけどね。僕も内緒なんですけどね。火なんですか？大丈夫でした？もうやばいですよね、外。まあ、ここはね、この辺りはね、実際お兄さんどうですか？もう家の仕事なんてもう
もう回ってないですよ。まあ外の仕事はね、頑張ってるみたいですけどね。え、料理はお好きですか？料理、クッキング、クッキング、 Like you、 クッキング、 Love you、 Love you、 I love、私はビーフ、ラビュー。運転見合わせだって。どこも行けないね。まあ夕飯には戻らないとだけど、なんか買ってこっか。怒るかな。カレーでもさ、多分何もできてないと思うんだよね。お兄ちゃんが鍋ダメにして、ランちゃんがシューマイ弁当を買ってきて、それを私が美味しそうに食べるのね。うん、かなり前、遅くなったお母さんが唐揚げを買ってきた時にはみんなもうお腹いっぱいでさ、それで拗ねちゃうんだけど、したらお兄ちゃんが、すごい美味しかったって。もう忘れてんの、ダメにした鍋のこと。それをポチがさ、じーっと見てたんだよね。多分カレーとか忘れてると思うんだよね、ダメにした鍋のことも。そうそう、変わったね、前とは。すっかり。灰色。え、雨の町初めて？まあもう晴れるし。あれ、ファミマやってないじゃん。また晴れたらさ、どっか行こうよ。ね。てんちゃん帰ってきた？おかえり。てんちゃんは？遅かったっすね。何食べてんの？カレーです。カレー？ノン、カレーだそうです。何が？カレーライスっすよ。ほら、ノン、カレー and ライスです。作ったの？はいね。です。
食べていい？まあ、別に。いい？いいみたいですね。よかった。よかった。ありがとう。本当にありがとう。もう何て言ったらいいのか。ちょっと。何ですか？え？いや、ちょっと。何？え？いや、聞きましたけど、別に何でもないんですよね。何が？このこと。この子？どう？知らない。ほら。すごく知らない。この通り。え？うん。いや、ちょ、僕もう出ていくんで。このこと、いや、好きなんで。ポチ、くすぐられちゃったんですよね。でも言葉にできないよ、俺バカだから。関係ねえよ。出ていくの？なんでもないんですよね。何が？いや、別に出ていくも何もじゃないですか。お世話になりました。いや、本当お兄さんから学びました。え？離れちゃうんですけど、でも一緒なんで。すいません、この辺りで空き家とか遠くてもいいんですけど、どこかいいところありませんかね。2丁目の歩道橋わかりますか？はい。今その脇にコンビニがあって、そこの上のマンションの募集がありましたよ。どうですか？ありがとうございます。いい？ I think so too. そこ伺ってみます。寂しくね。大丈夫？立てる？それじゃあ、お世話になりました。お歳暮とかお中元とか送るんで、初中見舞いも申し上げるんで。では、どうかお元気で。さようなら。どうしよう。手を振ってあげてください。手を？そうそう、こうして。やっぱ行ってくる。行ってらっしゃい。てちゃんが来たら伝えておいてね。お仕事ですか？迎えに行ってくるって。ああ、なんで止めなかったの？行くって言ってましたので。え、そんな感じ？そうですね。でも困るよ。え、なんで？家族なんだし、離れちゃったら。は？え、逆にどうする？行ってらっしゃいって言いますかね。でももうちょっとだけ話してくる。私はここにいるので。
入れ違え。みんなは？行っちゃいました。雨で？いえ、おしゃべりに。わかった。外どんな感じですか？雨は相変わらず。はい。風が出てきて。はいはい。両隣がドンキになってた。嘘。嘘。よかったでももうやむと思う。よかったですね。晴れたら行こうかなって。出られますか？うん、場所も決めたのね。お母さんのところ、この人のことを紹介しようと思って。ご一緒したかったですね。ハウスさんはね。残念です。いえ、そんなことありません。ここで待ちます。また会おうね。あ、あれ見てください。ドンキだ。メガドンキ。あー、端っこから溶けてってる。もう駐車場半分なくなるよ。ざまあ見ろ。絶対言い過ぎだよ。ファミリーマートはドミノ倒し。ただでさえごちゃごちゃだったのに。落ちてく。結構何でもあったのにね。これあの人たちはおしゃべりできてるんですかね。家族だし。家はもうなくなりますけどね。待ってるんじゃないの？私はここにいますよ。お母さんによろしくです。うん。じゃあ行こっか。バイバイ。あなたも店長をよろしくね。いやね、こっちかそっちか迷ったんだけど、まあそっちに行くことになるかなって。うん。名前もさ、姿形だって変わっちゃうわけだけどさ、気づくかなあなた。なぎをたゆませた一筋からたどっていくので。その時私は無色透明だけど、五感のどこで感じられるか、それさえ定かではないわけだけど、まあ家族ですから。もし気づいた時は、気づいたなーって思ってください。いやいやあれ、お兄さんじゃないですか？お兄さんもですか？こんなところまで。何それ。俺弟いないんですけど。いや俺も兄がいないっすよ。何それ。いや、お兄さんです。いやそれ何。なんでもないじゃないですか。そうかもですね。絶妙っすね。一杯いっときませんか。おー、いいっすね。ちょっと仕事が。あ、僕も子供迎えに行かなきゃ。待ってますよ。 あの辺どうですか。あ、なるほど。ほら、乾杯。いや、はい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 。あ、キッズルームありますよ。お、すごい。こんにちは。今日という日を
なたはいかがお過ごしですか。私事で恐縮ですが、簡単なご報告です。もう形はなくなりました。そのうち音もなくなるでしょう。私はあなたにだいぶ近づきました。ビルの屋上、路地裏のダクト、地下道の入り口、凍える冬の日、春の日のベランダ、夏の小高い丘、さざめくコスモス、走って汗をかいたとき、頬を涙で濡らすとき、いつか扉を開けるとき、ぼーっと雲を見上げたとき、私はそこにいます。気づきましたか？なんてね。ふふふふ。